西武球場前駅。西武球場前駅は、埼玉県所沢市上山口にある、西武鉄道の駅。プロ野球、埼玉西武ライオンズの本拠、地球上である、西武ドーム、命名権名称、メットライフドームに隣接して立地する、佐山線並びに、山口線、レオライナーの終点駅である。開業当初の駅名は、村山公園駅であったが、村山著水一際駅。 村山駅、佐山湖駅と3度の改称を経て、西武ライオンズ球場、当時開設に先立つ1979年、昭和54年3月に現役名に改称された。西武ライオンズ球場は、その後、ドーム化や命名権取得に伴って、名称を複数回変更しているが、当駅の名称は、西武球場前のまま変更されていない。当駅は、駅舎並びに、 各路線のホームが地平に建造されている地上駅であるが立地する場所の地形の関係から狭山線における当駅手前の区間は上り勾配を伴う高架構造となっている。駅番号導入に際しては狭山線と山口線で個別に設定されることになり、狭山線は SI41、山口線は SY03 となる。 西武ドームにおける埼玉西武ライオンズ主催の公式試合開催時、並びに各種イベント開催時においては多数の利用客が当駅を利用する。多数の利用客を迅速かつスムーズに輸送する必要性から改札口スペースは広く取られており、通常共用される改札口のほか臨時改札口を併設する。また、 常設の自動券売機に加えてた客時に乗車券を発売する臨時窓口も設置されている。改札口正面に設置されている。狭山線の発車表は多段表示式のものが採用されている。狭山線のホームは東端式構造となっており、ホーム下端部に駅舎、公衆トイレ並びに改札口が設置されている。最地輸送に際して増発される。 臨時列車運行に対応するため、3面のホームと6本の8着番線を有するが、3から6番ホームについては臨時ホームとして扱われ、通常ダイヤによる運行時は、駅構内南端の1面2線の内片側の1番ホームのみを使用する。臨時ホームは臨時列車運行時のほか、西武鉄道が主催する各種イベント等のための電車留置にも使用される。なお、 1>, 1から6番ホームの発射メロディには、埼玉西部ライオンズの球団応援歌である、ホエロライオンズが用いられている。山口線のホームは、島式一面二線構造で、狭山線ホーム南方に隣接する。地形の都合上、狭山線ホームより高い場所に位置し、改札口、狭山線ホームから、スロープ上の通路を経由して、山口線ホームに、至り形態である。なお、 当駅の東側には山口線の車庫である山口車両基地がある。2012年度にトイレの改修工事を行い、年度末までに完了した。武蔵野鉄道山口線、後の西部狭山線は村山貯水池、玉子を中心とした狭山自然公園への観光客輸送を目的として、1929年昭和4年5月1日に西所沢、 村山公園館が開通したが、当駅は山口線の終着駅、村山公園駅として同日開業した。開業当初の当駅は西所沢から 4.8km 地点、村山城貯水池と同下貯水池を区分する停滞より、現在の西部第2球場付近に所在した。当時における都心部から日帰り可能な 手軽な観光地の一つであった狭山自然公園への観光輸送をめぐっては、旧西部鉄道が村山線、現、西部西部沿線、村山貯水池駅を、玉子鉄道、武蔵野鉄道への合併を経て、現、西部玉子線が村山貯水池前駅をそれぞれ同時期に開業しており、当時はいずれも別事業者に属した三路線は、利用客獲得のため熾烈な争いより広げた。 当駅は1933年、昭和8年3月に、村山貯水池際駅と改称された後、日中戦争に橋を発する戦局の激化に伴って1941年、昭和16年4月1日付で、村山駅と改称された。これは、貯水池という軍事上重要な施設の存在を隠蔽する国防上の理由によって実施された改称であり、 前述した各路線の駅についても、旧西部村山線、村山貯水池前駅は、佐山公園駅に、武蔵野鉄道玉湖線、村山貯水池駅は、佐山公園前駅にそれぞれ解消が実施された。さらに、太平洋戦争勃発に伴って、各事業者が保有する、鉄道路線について、軍事輸送上の重要度が低いものは、鉄材教室のため不要不急線に指定される例が、 相次いだが観光輸送を目的として付設された山口線も例外ではなく、1944年、昭和19年2月に不要不急線として止めとなり、当駅も営業を休止した。終戦後の1951年、昭和26年10月7日付で、山口線、西武鉄道の路線としては、初代は、佐山線と名称変更の上で運行を再開し、 当駅も営業を再開した。営業再開に際しては駅を西所沢方へ300メートル移設の上、自社風の重厚な外観が特徴の駅舎を新造し、駅名も狭山公駅と改称された。なお、運行再開当初の狭山線は、非電化路線として竣行し、電化以前の多摩線、現、多摩川線などで運用された内燃動車。 ディーゼルカーによって運行されたが、翌1952年、昭和27年3月には再び河川電圧 1500V 仕様で電化され、電車による運行が再開された。また、1959年、昭和34年12月には当駅の資金に、屋内スキー場、狭山スキー場が開設されたが、同施設を訪れる利用客によって、輸送量増加が見込まれたことから、 ホームの拡幅並びに有効調延長が実施された。さらに1963年、昭和38年には東駅南方に野球用、グランド、西部円球場が開設されている。営業再開以降、ユネスコ村や、やまスキー場といった、主に近隣のレジャー施設への輸送になった、東駅であったが、1978年、昭和53年6月に前日、 西武園球場をプロ野球公式試合が開催可能な本的施設へ改装する工事が開始されたことに伴って同年11月に西所沢方へさらに300メートル移設され従来の2面2線構造から球場観客輸送を念頭に置いた3面6線構造に拡幅の上で現在地へ移転した同球場はその後福岡野球株式会社 クラウンライター・ライオンズ球団を西武鉄道のグループ企業であった国土計画後の国土が買収し本拠地を福岡県福岡市から移転することが決定した後によりクラウンライター・ライオンズ改め西武ライオンズ球団の本拠地球場として使用されることとなった西武ライオンズ球場と命名された同球場の最寄り駅となった当駅は1979年 昭和54年3月31日の同球場竣工に先立つ同年3月25日付で西武球場前駅と改称された。また、1985年昭和60年4月には多摩湖線方面から西武ライオンズ球場へのアクセス改善を目として山口線2台の新交通システムへの転換並びに経路変更が実施され、当駅は新たに山口線 二来の終着駅となった。2009年、平成21年4月7日より、1から6番ホームの発車メロディを埼玉西武ライオンズの球団応援歌、ホエロライオンズに変更した。これは、同年の本拠地、西武ドームにおける公式試合開幕戦開催日に合わせ、ライオンズが駅をジャック、と銘打ったイベントの一環として実施されたものである。 2017年、平成29年度の1日平均乗降人員は1万874人である。同数値は西武鉄道全92駅中67位であるが、当駅は西武ドームの最寄り駅であることから、埼玉西武ライオンズ主催のプロ野球公式試合開催日やコンサートなどのイベント開催日は非常に混雑する。その一方で、 プロ野球のシーズンオフやイベントが全くない時は、閑散としている。このため、1日あたりの乗降人員は、同施設における試合やイベントの有無に大きく、左右される。西武ドームのほか、埼玉西武ライオンズの、球団事務所、主に2軍の選手が使用する、西武第2球場、室内練習場、選手寮、若樹市寮、西武ライオンズ合宿所など球団に関連する、各種施設が、 あまた存在する。西武ドームの手前には優勝ペナントトロフィーや過去のユニフォーム等を展示するライオンズストアフラックスが開設されている。また、かつては東駅南側に西武第3球場も存在したが2003年、平成15年をもって閉鎖され、跡地は西武ドームの駐車場に転用された。その他、西武ドームに隣接した中華レストラン中国料理シシや、 人工雪による屋内スキー場、狭山スキー場が駅の資金に立地している。埼玉県道55号所沢武蔵村山、立川線を挟んだ駅の北側には狭山山不動寺、狭山不動村、金城院、山口観音のほか、西部系列の植物園、所沢の百合園が存在する。道地はかつてユネスコ村として開園、開発されたものであるが、 ユネスコ村は2006年、平成18年9月末をもって、閉園、営業休止となり、現在は、ユリエンのみが、毎年5月下旬から7月中旬にかて、期間限定で開園している。なお、当駅の南側には開業当初の駅名の由来となった、村山貯水池、玉子が、西側には現駅名に解消される、以前の駅名の由来となった、山口貯水池、 さ山湖がそれぞれ存在する。その他、大宮駅西口発着のプロ、野球観戦客向け会員制バスが、期間限定で運行される。鉄道ピクトリアル鉄道図書館公開。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。